ボール、ツーストライク、追い込みました。ツーアウト、二塁三塁。からは外もうここは無理やりこうなんていうんですかインコースにボールを投げる必要ないですか。あのカウントはね、そうしたらワンボールなんで今日の、全体的な配球 を見てるともう一回インサイドへ行く可能性の方が高いのかなとは思うんですよね。それもそのボールにするような、ボールで OK っていう形でもしインサイドやるんだったら要求してもいいと思うんですよ。ただそのボールがね中に集まってきてるんで、はい、より慎重に投げた方がいいですよね。ああ真ん中に入りました。難しいバウンドサードフリース、はい、これは落ち着いていいプレーでした。追加点許しませんでした。カーペンター下位打線でノーアウト一塁二塁というチャンスを作りながら追加点は入りませんでした。6回の表のエンジェルスです。5対3です。さあここまでの試合を佐野さんを振り返ってみましょうか。はい、エース対決開幕投手のその投げ合いでもありましたが先手を取ったのはエンジェルス。2回モラレスのこのホームラン、ソロホームランで1対0となりました。そして4回ランナー2人置いて失礼モラレスがまずヒット、そしてこのリベラ三振、ツーアウトとなった後でこのナポリがノースリーから打ちました。スリーランホームラン、これで4対0としました。しかしすぐその裏です。満塁としてフルカウントからこのモリーナがタイムリーで2点を返します。さらにライアンこのショートゴロですがアイバーがダブルプレーを焦りました。エラーとなってさらに1点が追加、三塁はアウトでした。また1点差になったところで5回ランナーを置いてアブレイユがタイムリーヒットで2点差に広げて現在のところ5対3、まだ2点では